はい始まりました企業名声チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回は百貨店正社員4年目26歳の方の年収を紹介します、えー、仕事内容は百貨店で販売接客をしているそうです必要な資格やスキルはコミュニケーション能力とおもてなし力、えー、勤務時間が1日7時間25分で残業はほとんどなし 収入が、えー、多分手取り,、えー、手取り18万で年収が420万ボーナス70万仕事に対する不満としては給料が上がらないやりがいとして商品が売れてお客様が新たな価値観を手に入れた時と,とありますで年収なので源泉徴収票です、えー、年収が426万8417円でえー、工場引かれた後の手取りが287万4400円 となっています、まあ百貨店って給料がいいイメージがあったんですけどこの方4年目26歳で、えー、手取りが287万4千円とまあそこそこっていう感じくらいの企業明細でしたまあでも4年目で年収420万っていうのはまあ多分おそらく平均くらいなのでそこまで悪くないかなっていう感じもします今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします